ボーイズノイズはドイツハンブルク出身のアレックス・リダによるエレクトロユニットである。エレクトロクラッシュ、ニューレイブなど2000年代のダンスロックのクロスオーバー再生を担う逸材として頭角を表し、その流星をデジタリズムと共にドイツから支えた。多くの楽曲リミックスを手掛ける人気リミキサーとして活躍する一方、フロアをロックすると称されるハードで、 アグレッシブなロックビートを持ち味とした攻撃的エレクトロサウンドを鳴らす。そのクオリティに関しては彼らの曲をヘビースピンするにメニー DJs をしてオーディエンスを上げるのに手詰まった時いつだってボーイズノイズの曲がそれを打破してくれる。と言わしめジャスティスからは彼らは電子音楽の発祥地であるドイツやテクノという言葉自体までも再びかっこよくしてくれた。 と権限される。2007年に発表されたデビューアルバム、おいおいおいは、アンドダウンお、おう、といったクラブヒットを生み、テクのロック方面まで幅広いリスナー層に好評を獲得する大ヒット作となった。ありがとうございます。